どうも、ナオチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は使ったことない装備を使っていこうと思います。この装備結構難しそうなんですよね。その装備っていうのがこれですね。聖達のタスマリンかな、名前これで合ってるか分かりませんけども、これ、スキルファストチャージ、一度だけチャージ攻撃を即発動させるっていうなかなか素晴らしい装備なんですけども、AP マイナス1なんですよ。これがね、どんな感じなんでしょう。まあ、とりあえず装備して使ってみましょうか。いや、これは難しいっすね。 AP マイナス1になりますし、ファストチャージは PP4 必要になりますので、総小石のペンダントが必須になるかな、もしくは、総石のペンダントプラス、PP が1増える武器。いや、難しい。まあ、今回は、狩人の選球ですね。アローレインが使えますので、これを打ち込んでみましょう。いや、装備がかなり限られてしまう。どうでしょうか。戦闘開始時に、発動するやつなので、戦闘開始時って結構ね、重要なスキルが多いんですよね。それをファストチャージに持っていかれるとなると、火力が、結構渋いか。あ、確かに、チャージなしで撃つけども、まあ悪くはないか。悪くはない。攻撃の際に攻撃力アップを、入れてくれたので、それでなんとかダメージを稼げたっていう感じ。ちょっと厳しいかもしんないな。ワイバーヌーラーでも試してみましょう。しかし装備が本当に難しい。限られたやつしか装備ができない。でもこのファストチャージを使ってしまうと、あれなんだよね、攻撃の必中とかが入らなくなるんで、そこが問題なんだよな。あ、当たるには当たるか。命中率140ぐらいあるので、当たるには当たるけども、ちょっと不安が残るんだよな。難しい。聖達のタスマリンはユニフィーとの相性がいいかもしれません。グラシアルレインはユニフィー自体が持ってるチャージ攻撃ですので、武器を選べるっていうところで、ユニフィーかな。まあ、今回は王宮バストリーク、これを装備してるんで、AP は3なんですけども、もちろん AP4 にすることも可能ですね。まあ、とりあえず打ってみましょうか。行きましょう。でもやっぱりね、最初の行動をファストチャージに取られる、これ本当に痛いんだよな。行動速度も、ユニフィ40ちょっとあるので、向いてはいると思うんだけども、もったいないかな、ユニフィーに装備させるのは。こいつはもっとね、火力出せるんで、もったいない。あ、でも確かに向いてるよ。攻撃プラス凍結がつくんで、すごく向いてるけども、これ装備させるの本当にもったいないな。はい、ということで戻ってきました。今日はですね、この装備をちょっと使ってみたんですけども、聖達のタスマリン、AP マイナス1でファストチャージが PP4 使う、これ装備が本当にね限られてしまうので、そうね、もしも装備するっていうならばユニフィーが一番いいのかもしれない。まあ、他のキャラでも使えるには使えるんだけども、装備がね限定されるし、それなりに高級なやつをつけなきゃいけなくなりますので、難しいな。このタスマリンの使い方、これがいいよっていうの分かる方教えてください。これ難しいですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。